皆さんこんにちは。第23回トラウトキング選手権大会より新 MC を務めさせていただきます高尾美恵です。私は釣りまだまだ初心者なんですけども、これからたくさん勉強して皆さんと一緒にトラキンを盛り上げていけるよう頑張りますので、よろしくお願いします。今日は長野県にある平谷湖フィッシングスポットに来ています。今日は釣り初心者の私のためにエリアトラウトを教えていただく先生にお越しいただいております。松本幸代先生です。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こうやって巻いていけばいいってことです。これ今芸能人持ち出てきた。あ、やばいやばい。こうですね。こうですね。そうそう。はい。で、この時にね、親指あんまりギュッて握っちゃうと食べた時に針が刺さりづらいから軽く握る。軽く握る。ちょっと難しいんだけど、はい、軽く持ってる状態で竿がこうやって動いちゃうとまた釣れないの。はい。軽く持った状態で竿があまり動かない。ゆっくりって。わあ、食べたね、今食べた。もう一回巻いて、巻いて、巻いて、巻いて。ナイスナイス。大きくその辺で OK で、網で釣ろう。うわー、やった。網一回濡らしてあげて、そのままだと火傷しちゃうから。そうそう。で、網に入れます。網に入れます。入れます。 OK、 取れました。やったやっと。これ何時間かかったんだろう。3日目はそんな言ってないですけど、めちゃくちゃ嬉しいです。さっきからさ、ちょっと落ちてすぐのヒットが多いじゃない。パクって食べてる、はい、あれって要は水面で食べたい状態だから。なるほど。あ、食べた。巻いて巻いて。来た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 。ネット芋の練習だ。強いぞ、いいぞ。もうちょっと前に、自分がもうちょっと前に行って、で、もういいよ、巻かないで、網に、網で、そうですね、あ、惜しい。で、そこの動作なんだけど、はい、こう手前まで来たら、はい、腰を回すイメージ。腰を回す。腰回すと、竿が後ろに行って、網が前に出るじゃん。お、確かに、はい、入るから。おお、はい、はい、ちょっと、次こそは。うわ、悔しい。マジで今目の前で逃げられた。ニジマスが思ってるとする、はい、だから水面のすぐ下にある状態っていうのは追い詰めたみたいな状態。今日だったら竿を下げて巻いてるぐらいの方が釣れる、はい、釣れる、うん、来たー来たー。網の練習だ。来た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 。もう座っとく。もう座っとく。もう巻きすぎ。危ない。取れました。イエーイ、ありがとうございます。これはリターンするんですよね。リリースな。リリース。くるっくるっ。リリースしました。で、ゆっくり巻きたいけど潜らせたいんだったら竿を立ててゆっくりだと思う。今背中出てるじゃない。はい。下げてあげると同じゆっくりでも水面出てこなかったり。おお。だから本当こういう調整だけでも全然同じとこ引いてくるけどスピードが違ったりとかね。はあ。来た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 来ましたよ、松本さん。やったね。来ましたよ。やだ、危ない。網は、あ、腰はい、オッケー。じゃあリリーサーやってみようか。あ、外れたね。あ、
あれ？オッケーオッケー。逃げられました。いや今のは網入ってるからオッケー。網入ってたらオッケー。トラキンの要は、はい、引き数で勝負するんだけど、はい、何をもって1匹ってカウントするかっていうところね。まあ、とりあえず釣ります。来るか。来た。すごい。でかかって、はい、この網に入った時点で1匹みたいな。あ、じゃあ網から漏れちゃうと1匹入、1点入らないってことなんですか。この枠の中入ったら1匹で、この状態で入って審判にアピールするんだけど、はい、審判見て人間だからね、はい、相手も人間だから見てない時もいるから、まずかかったらヒットって言って、ヒットヒットコールって言うんだけど、はい、審判の人にかかってますよアピールをまずする、はい、でヒットって言ったら見るじゃん、はい、で見ててもらって網入ったら、うん、後ろの人は OK っていう感じ。 OK、 それで1点1。あ、でその時に、はい、この魚が勢い余ってこの上とかに上がっちゃうと、はい、それはカウントしませんよっていう。陸揚げはノーカウント、ノーカウント、魚に優しくない行為はアウトと思っとけば。なるほど、まあ、あともう一個ちょっと分かりづらいんだけど、はい、あのルールにあるね、バウンド行為禁止っていうのが、バウンド行為、要は網に入れた時にあのこういうリリーサーとかで針を外すんだけど、はい、はいはい、この中であのフライパンみたいにポンポンとかやって外すのは魚に優しくないから、それもアウト。なるほど、うん、まあ、陸揚げとそのネットでポンポンやるのはダメよっていう。じゃあもう本当にちゃんとネットでキャッチできないと得点が入らないってことですね。入りませんよっていう。結構厳しいですね。そうだね、あのまず大前提がなるべくダメージがないようにっていうのが一個と、うん、はい、あとは、まあ、審判が見てないっていうのも、まあ、ごく稀にあるのやっぱり、はい、人間なんで。だそれを防ぐんだったらちゃんと一言ヒットってこうかかったら言うじゃん。すごい。言ってヒットって言ってはい、はい、って見てる。で OK って言われたらで外す時も極力水の中でやったり、はい、うん、たまにあのこうやって上に空中に上げて空中からボチャンと落とす人いるんだけど、はい、あれもすげえかっこ悪いから、ね、できたら水の中で、はい、できたらっていうかもう水の中で逃がそうっていう。まあそれはあれですよね、本当に魚にとってそうそうそうダメージを食らわないためにもっていう、うん、まあ多少高さがあるから落ちても大丈夫は大丈夫なんだけど、はい、かっこ悪いよねっていう話。なるほど、うん、いや今日朝から、エリアトラウトの初めて挑戦したんですけど、松本さんに最初教えていただいて、いや本当にあの難しいんですけど楽しくて一日あっという間に終わってしまいました。本当に気づいたら終了のチャイムが鳴っているという、それぐらい私もすごくハマったので、釣り初心者の私も MC として頑張りますので、私と同じく釣り初心者の方も、そして腕に自信がある方も一緒にトラキンを盛り上げていけたら嬉しいです。皆さんの参加をお待ちしております。